トロクの島、渡タの島は、三重県島市にある島。伊勢島国立公園内にある。島の大半は、島市磯部町渡タカである。郵便番号は517-0205。人口は271人。2011年9月30日。現在、島市調べ。周囲約7キロメートル。面積は、約0.7平方キロメートルを持ち。 リアス式海岸の湾の一つ、マトヤ湾の奥に位置し、マトヤ湾深部の外海から隔てられた島の西側海域は波が穏やかな海面となっている。そのため古くより高天寺の避難場所、風間地港として使われていた。島内の住所は大半が島市磯部町トロク屋であるが、一部に磯部町マトヤの飛び地、長時間神、井森がある。古くは、 伊蔵宮の新寮であったとも言われ、江戸時代には、江戸と大阪を連絡する、東海線、村海線が増えたこともあり、避難、風待ちをする港としての重要性が高まった。船乗りなどのための宿のほか、風待ちの船乗りを相手とした、和張県、走り金と言われた、水上遊女なども集まり、遊郭街としても大いに境に応募が島といった、別名を持つこととなった。奇跡としては、 江戸時代に灯台に使われた石柱などがある。1931年に俳優の上山宗人が映画、当人、お吉の撮影で訪れ、島民と行き統合。宗人の別荘を建てる話がまとまり、島から寄贈された大日山頂の別荘の門には、谷崎純一郎が書いた、宗人両荘という竹の表札が掲げられた。宗人はこの島を、 東洋のモナコにすると意気込み、文団、花壇、劇団のあらゆる友人を誘って、猟奇的なこの島でなければ味わわぬ、変わった上司を持つエロ探検と、波静かな海画瓶に飛んだ島の風景を満喫させようと計画していると語ったが、モントティンのみで別荘は立たなかった。第二次世界大戦中は島内に、ヨカレンの基地の設置が計画されたことなどから、激しい空襲にあった。 1954年にはこの島を舞台に、友野の純三郎支援の、この恋、5000万円という映画が作られた。観光が主な産業であるため2000年、平成12年の国勢調査に見られるように、島の人口の92%が島内及び、島外の宿泊、飲食業、第三次産業に従事している。海水浴やスペイン村の宿泊地として、 家族連れや団体に利用されるほか、売春を目的として、男性集団が島を訪れることも多かった。ただし近年売春従事者は著しく減少、高齢化している。島市の資料によると、平成7から17年の人口減少率は30%以上となっている一方で65歳以上が35から40%となり、過疎の島となりつつある。 廃業したホテルの廃墟もそのままにされている。1971年に、三重県警警部補が内定特捜の捜査官として、トロクの島に潜入したが、逆に売春婦の女性と内縁の関係となったことで、有出免職される。その後は、島でスナック経営者兼売春圧戦者となっていたが、1977年10月に、実施された手入れで、内災とともに、 逮捕されて、売春婦が保護されている。この時保護された、売春婦は、大半は、家出少女などで、借金付きで送られ売春をさせられていたという。なお、この元警部補は出所後、島で、ホテル経営などに携わり、島の観光産業の発展に尽力していく。2003年、勝谷雅彦は、島の至るところに、風俗関連、主に売春の圧戦所があり、 このため警察、報道関係者に対する警戒心は極めて強く、島全体に入党者に対する情報網が貼られているのはもちろん、迂かに写真を撮ることも許されないと述べている。2004年、トロクの島における行政の隠蔽のもとでの公認外売春の実態を論述した、研究所、近現代日本の海売春、藤野豊明、解放出版社、 2004年6月30日付で、観光。ISBN9 兆7847億5926万 854? が、地元の島市、磯部町行政から激しい抗議を受ける。藤野は、戦後日本の人身売買、大月書店、2012において、ことの点末について、出版社の代表取締役と、自治体側が話し合い、 島の名前を出さない条件での出版を提示されたが、拒否し、回収絶版したとしている。富士の豊か登録の島の書も参照。また、戦後日本の人身売買では、同時期に出版された同等のルポについては、出版されていることを記しているほか、高木2017、2017, 八木沢、2014にも、指摘のあった、島では70年代から数十回的発が、 行われている旨を記して、島の実態を示していた。2005年、作家の伊藤高美が、トロクの島をモデルにした、小説、ボギー愛しているかを、文芸誌・群像で発表した。2013年9月、わたかの島観光協議会は、島市や三重県警と連携し、生産業による島のイメージをなくし、健全な観光地を目指すとした、トロクの島安全。 安心ちづくり宣言を出した。2016年5月に第42回、先進国首脳会議、伊勢島サミットの会場になった賢島にほど近い、位置にあるため雑誌媒体などを中心として、複数のメディアが、売春産業地という、この島の現状ルポと同時に業体質を指摘し始め、話題とされる。ただし数年前から年に3回も行われたという、手入れで、 島にいたそうした女性らが、次々と逮捕されていくとともに次々と島を出て行き、八木沢孔明、色町遺産を歩く、消えた、遊郭、赤線、青線、基地の町によると、サミット開催にあたって、警察官が訪れて島周辺を調べることはあっても、摘発や手入れ等はなかったという。毎年7月下旬の土日、旧来は7月23日から24日に、 行われていたが、近年は土日に祭りを開催できるよう日程を調整している。には、全島民挙げての大きな祭り、天皇祭りが行われている。天皇祭は全国各地で行われており、始まりは五図天皇に薬病退散を願う祭りであったとされている。明治期に五図天皇が須佐能の御とへと同化されて、社の祭祀となったもので、トロクの島の天皇祭では、 島の八重垣神社から御しにご神体を移す際、島内の明かりをすべて消し、暗がりの中を、御しが島内を走り回りへ,への悪魔払いを行う。その後、海岸近くに仮設した鎮座やぐにに御しを収めようと、する側と、失踪する御し側との間でぶつかり合う、御し蹴りの神事が行われ、これが、トロクの島天皇祭の一番の見どころとなっている。 2014年3月現在、トロクの島へ向かう定期船は、民間船が1カ所、無料の県道船が2カ所から出ている。島市阿蘇町国府地区トロクの島対岸の30交通、トロクや都線上バス停留所前、より運行される。2014年3月現在、朝6時50分 -23、20まで、随時運行されており、客がいる場合に運行されるため時刻などはない。 運賃は片道あたり、日中、始発19時までが180円、夜間は22時まで300円、22時以降が500円となっている。乗船時間は3分程度。的屋湾西部を周回する無料の定期船が、三重県により運営されており、三重県道750号アゴイソベ飛ば線の一部となっているため、県道線と呼ばれる。 小中学校への通学の補助などが目的であるため、定期便は日中の8時25分 -16、321日6便であるが、待機時間に船着き場で待っている客が、目視、乗船待ち合図により判断できる場合には随時、運行さる。なお、6便以外の便については、時間帯や曜日、時期などにより、乗船待ち合図を出していても必ず運行されるという、保証はない。 また、気象状況により、定期便も含め欠航する場合がある。トロクの島の多くの家庭では漁船などの船を所有しており、家族や親戚などの送迎を行う場合がある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。